浜口春香大は佐賀県宮城郡木山町出身のプロ野球選手。左投げ左だ。横浜 DNA ベイスターズ所属。DNA 入団後の愛称は名字と本拠地名にちなんだ浜の浜ちゃん。なお、名字の浜は環境依存文字であるため浜口や浜口と表記されることもある。若元小学校1年生の時に軟式野球を始めると、 5年生の時に、投手へ転校。木山中学校では、軟式野球部に所属していたが、この時は、体が小さかったことから、投手は通用せず断念。ポジションはライトで、打順も六7番だった。このようなことから、高校進学後は野球を辞めるつもりでいたという。しかし、佐賀県立宮城高等学校への進学後は、中学時代の先輩に勧められて、投手として、 公式野球部へ入部。一年秋の大会から控え投手で公式戦に出場すると、三年春の県大会では、AS としてチームの準々決勝進出に貢献した。三年夏の選手権佐賀大会では、一回戦からの2試合で完封するとともに、通算27イニングで31奪三振6、失点をマークしている。しかし三回戦で敗れ、在学中は、 春夏ともに甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。高校卒業後に神奈川大学へ進学すると1年春からリーグ戦に登板。2年春の関東学院大学戦では先発で9回を2失点に抑えると延長10回のタイブレーク中にストレートで自己最速の時速1 5 0トルを計測した。在学中はリーグ戦で 通算51試合に登板。通算で359回以三3を投げて20勝16敗、防御率2.10を記録した。2年春、3年春のリーグ優勝を経て臨んだ、全日本大学野球選手権では、2年時にチームの準優勝、3年時に準々決勝進出に貢献している。さらに、野球日本代表の一員として、2年夏に、 ハーレームベースボールウィーク3年夏にユニバーシアードの野球競技4年夏に日米大学野球へ出場した2016年の NPB ドラフト会議で神奈川大学の地元球団でもある横浜 DNA ベイスターズから一巡目で指名されたリュウユウや佐々木選手の重複指名による抽選で交渉権を逃した末の指名であったが契約金9000万円 年俸1500万円という条件で入団した。背番号は26。入団会見では、阪神タイガースのファンであったことを明かした。2017年には、オープン戦から先発で高等を続けた結果、セントラルリーグの球団に、ドラフト一巡目で入団した、新人選手でただ一人、開幕一軍入りを果たした。4月2日には、東京ヤクルトスワローズとの、 開幕カード第3戦に先発投手として公式戦にデビュー。次に先発した4月9日の対中日ドラゴンズ戦では左ふくらはぎのけいによって6回裏一死で降板したものの一失点に抑えて公式戦初勝利を挙げた。一軍公式戦の開幕にカード目までに初勝利を挙げた DNA の新人サワン投手は 全身球団を含めても59年ぶり3人目であった。その後の公式戦では、主に高木俊人とのバッテリーで、1軍の先発ローテーションの一角に定着。聖波交流戦では、先発した3試合すべてで勝ち星を挙げ、規定投球回へ到達した日本人投手では、全12球団トップの防御率0.93を記録した。オールスターゲームにも監督推薦で、 セリーグの新人選手からただ一人選ばれていた。しかし、オールスター前最後のリーグ戦であった7月12日の対広島東洋カップ戦に先発したところ、左肩に違和感を覚え、プロ入り後最短の3回で降板。翌7月13日には、出場選手登録を抹消されるとともに、同ゲームの出場を辞退した。 8月13日の大半新戦に先発投手として一軍に復帰すると9月3日の対読売ジャイアンツ戦でシーズン9勝目を挙げ DNA の大卒新人投手による1軍公式戦のシーズン勝利数記録を更新さらにレギュラーシーズンの最終戦となった10月4日の対中日ドラゴンズ戦では7回1失点という内容で10勝目を挙げた 球団の新人投手が一軍公式戦で二桁勝利を挙げた事例は河村武雄の10勝以来20年ぶり左投手としては太陽ホエールズ時代の近藤正俊、鈴木隆史以来3人目だったチームのレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンでは広島とのクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦に先発投手として PS 初登板一試合における 投球数の CS 最多記録や CS で登板した同一投手による冒頭数の1試合最多タ記録を残しながらも7回2失点の高投で CS 及び PS での初勝利を挙げた。新人投手による CS 初登板試合での先発勝利は史上4人目だが DNA の新人投手による PS での勝利はチーム史上初めてであった。10月24日の 第5戦には、レギュラーシーズンを含めても、プロ入り初の9円登板ながら、2回無失点の高頭でホールドを記録。チームは、セントラルリーグ優勝の1998年以来19年ぶりに、日本シリーズへの出場を決めた。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは、チームの3連敗で迎えた第4戦に先発として、初登板を果たすと、 死死球や振り逃げで4人の走者を出しながらも8回表1まで無アンダム得点と高投。鶴岡深夜のアンダで一人の投手によるノーヒットノーランという日本シリーズ史上初の快挙を逃したものの7回に3鬼アンダム失点に抑える高投でチームの19年ぶりのシリーズ勝利とチームの新人投手によるシリーズ初勝利につなげた。さらに 3日後の第6戦にも CS に続いて救援要員としてベンチで待機。自身の登板はなく、チームは延長11回サヨナラ負けでシリーズ制覇を逃したが、同シリーズの優秀選手賞を受賞した。新人王選考の記者投票では、得票数は3位だったが、日本シリーズの終了後には新人特別賞を受賞。契約交渉では、 同年の新人選手としては最高の年俸を球団から提示され、契約を公開した。2018年には、オープン戦期間中の3月に、日本代表とオーストラリア代表の強化試合のメンバーに選出され、初の代表トップチーム選出となった。しかし、春季キャンプから、左肩の違和感が言えないまま、強化試合への出場を辞退した。その後も調整が遅れ、 一軍公式戦へのシーズン初登板は5月12日のタイヤクルト戦にまで持ち越された。7月1日のタイ広島戦には3回表に先頭打者の田中広介支給を与え、西2.3塁から6番打者サビエル・バティスタへの申告敬遠制度による小石級で満塁一策を講じた後に7番打者、相沢翼から1番打者の田中まで4者連続で、 押し出し支給を献上。一人の投手による1イニング6よ支給、1イニング5社連続よ支給、1イニング4社連続押し出し支給を同時に記録し、1イニング7よ支給を記録した。一軍公式戦全体では19試合の登板で4勝5敗、防御率3.90という成績にとどまったが、シーズン終了後の11月には、日本代表のトップチームへ、 改めて招集。日米野球及び日米野球に先駆けて開かれたチャイニーズ台北代表との走行試合に登板した。2019年には公式戦を2年ぶりに1軍でスタート。4月10日の阪神タイガース戦では7個の死球を出しながらも安田は1回裏1種から糸原健とに許しただけでシーズン初勝利を1軍公式戦初完投。 初完封で記録した。吉久7での1安打完封勝利はセリーグ公式戦初めての事例であった。一軍公式戦全体では17試合の当番でチーム3位の6勝を記録。防御率3.17と前年よりも良化させて2完封も記録したが2回未満で降板する試合が4試合もあった。2020年には16試合当番6勝5敗。 防御率4.60と苦しいシーズンに終わった。12月16日に年俸5,500万円で契約公開した。投手としては小柄ながらオーバースローから繰り出す最速時速1 5 1トルのストレートとブレーキの効いた時速1 2 0トル前半のチェンジアップが持ち味。変化球ではチェンジアップを勝負球に使う一方で、 カウントやゴロを奪う際には、時速130キロメートル後半のスラッターを投げ、その他にもフォーク、ナックルカーブなどの球種も織り交ぜている。その一方で、腕を強く振ることにこだわるあまり、請球が乱れ、暴れ馬と称されるほど良し支球が多い。大学時代にも神奈川大学野球リーグ戦で、登板していた DNA の本拠地、横浜スタジアムや甲子園球場との相性が良い。 横浜スタジアムでは DNA1 年目の2017年にレギュラーシーズン8試合の当番で5連勝と防御率2.19を記録。日本シリーズの第4戦でポストシーズンにおける初当番、初先発、初勝利を同時に記録した。甲子園球場での大半進戦では DNA3 年目の2019年にプロ初完封勝利を達成するまで、 5試合の先発登板で3勝を挙げている。しかし、横浜では2年目以降なかなか勝ち星を挙げることができず、3年目の2019年7月17日、広島戦で勝利投手になるまで7連敗、651日間勝ち星から遠ざかっていた。ありがとうございます。